こんばんは、4月29日4時になりました、第131回のしゃべくりの松代ですね、今日の松代なんですけども、これ朝は3度ぐらいだったそうですね。あのちょっと涼しかったですね。だから昼間は暑かった。23度だそうですね。ですね、あと2度増えれば夏日ですね。夏日、そのような今日1日でしたけども、今日のゲストなんですけども、東尾サッカークラブの監督内川さん、それからコーチの一ノ瀬さん、こんばんは、はい、そして、坪井さんということです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ後で、はい、東尾のサッカークラブなんですけども、はい、なんか去年の4月にできたそうなんですけども。そうですね、はい、昨年の4月に東尾サッカークラブ発足しまして、うん、これは東尾小学校の方でですね、習い事のアンケートを取ったんですけども、その時に結構サッカー習ってる子が多かったんですよ。お、サッカー習ってどこで習ってたんですか。そうですね、篠ノ井とか、篠ノ井とか高職、筑摩市とか、筑摩市とか、はい、東京とか。そうですね、東京はいないな。そうですね、何、筑摩市とか篠ノ井とかで、松代はないんですか。そうですね、松代地区には、なかったですね、はい。でどうして東尾でサッカー作ったの。そうですね、子供たちがね、自転車で来れる距離っていうとやっぱり東尾小学校になりますので、自由に来れるところでサッカークラブを作ろうかなというふうに思いました。あ、まあ、そうすることによって小山さんのね、送り迎えとかの負担もなくなりますので、はい、あ、そうですか。気持ちで行き着きました。あとなんかその理由はあったんです。そうですね、私どもクラブチームなんですけども、普通のクラブチームっていうのはやっぱり月々のね、月謝等かかるかと思うんですけども、私たちはそういう月謝を取らないで、年会費多少いただきますけども、はい、そんな形で活動を進めてます。月謝取らないだって、はい、東尾小学校でいろいろあるじゃん。若葉のソフトとか野球剣道、はい、あれクラブじゃねえの、あれは会費取ってないよね。そうですね、東尾小学校ってやっぱり野球ソフト剣道、クラブ活動してますけども、あちらのクラブは育成会の組織に団体に所属して育成会配下の、運動クラブという位置づけになってるんですけども、私たちは育成会に所属しないであくまでもクラブチームという形で活動しております。じゃあ形式はちょっと違うんだ。そうですね、若葉の人たちと、はい、だから、そういうことなんだな、はい。で今までサッカー そのクラブチーム、はい、他の篠ノ井とか筑摩市と入ってて、で新しい人がいるんです。みんなそういうクラブに入ってた人なの。いや、ほとんど初めての子が多いですね、じゃあ今まで入ってた人と、初めての人と、このギャップとかってないの。上手下手とかっていうの、そういうの、今のところそういうのはないですね。みんな楽しくやってますね。楽しいからいいんだな。そうですね、そうなんですか。でその生徒は何年生、はい、6年生だけとか。そうですね、一応1年生から6年生、高学年チームと低学年チーム、一応2チームで活動しております。はい、やっぱり低学年っていうと1年から3年とか。そうですね、1年生から3年生が、高学年が4年生から6年生という形になります。そうか、はい、なるほどね。でその練習、部員数何人ぐらいいるんですか。ですね、今まだ新しい1年生は入ってきてないんですけども、一応2年生から6年生で合計今34人になってますね、はい。あ、いっぱいいるんですね、はい、結構サッカー好きな子がいっぱいいる、私ども驚いてるんですけども。それで東尾小学校だけ、はい、今東尾小学校とあと豊坂小学校の子どもたちも一緒にやってます。それ誰が入ってもいいの。やっぱりクラブだからいいんか。そうですね、はい、真っ白町内どこでも大丈夫です。豊坂でも西尾でも、はい、清野でも誰でもいいと、はい、そうなんですか、はい。なんか PR の、PR のポスターがありますんで、はい、ちょっと見せていただいて、ちょっと出してもらっていいですかね。 PR、はい、ですかね、はいはいはい。東尾サッカークラブ、メンバー募集してます。34人という部員で、今すごく元気にやってます。大勢の皆さん来ていただいて、みんなでサッカーやって元気になりましょう、34人いるのにまだ欲張ってまだ部員募集してんの。そうですね、またこれから素晴らしいチームを作っていきたいと思ってます。
だって小学校そんなに人数多くねえんじゃねえの。なんかみんなサッカークラブ減っちゃうじゃん、みんなに募集すれば。そうですね、理想は理想は何、みんな全員入れちゃうとサッカーやってもらえれば一番いいんですけどね。あ、はい、そうなんですか、はい、でそんなにまあいっぱい募集してるんだけど、練習っていうのはいつやってるんですか。朝から晩までやってるわけじゃないでしょ。はい、練習はですね、うん、一応毎週土曜日の朝8時から11時まで。お、どこでやってるんですか、はい、どこでやってるの。学校ですね、東条小学校グラウンド、まあ、教室でやってるわけじゃないです、グラウンドね。そうです、はい、はい、で雨の日も雪の日も冬も。雨の日は、まあ、あの体育館借りて、うん、はい、やってます。あ、じゃあ雨の日と冬は体育館。そうですね、通常はグラウンドでやってると。そうです、うん、はい、そうなんですか。あれ今までになんかその試合があったんです。で出たことあるんです。はい、昨年の11月ですね、うん、まあ、ちょっとした公式戦がありまして。写真出てますね、はい、はい、こちらですね。あ、はい、これはなんでいつの、その時の。そうですね、昨年11月に初めて出た公式戦の時の。あ、初めて出た時の、はい、子供たちですね。生き生きしてるじゃないの、はい、初めて出たと思って、ね、ちょっと緊張してる。あ、緊張してますかね。あ、こちら低学年かな、うん、あ、低学年ね、はい、あ、この時がみんな揃ってユニフォームで決めた初めての時なんで、気合が違ってると思います。あ、気合が違う、はい、お、素晴らしいですね。お、でこの試合、うん、まあ、高学年チームと低学年チーム出たんですけども、うんうん、高学年チームはね、やっぱり他のチームはやっぱりずっと1年生からやってる子どもたちばっかりだったんで、うんうん、ちょっといまいちの成績だったんですけども、うん、まあ、低学年チームはですね、この4月から始めてなど、まあ、この11月までの大会で3位に入賞することができました。今ので、はい、ええ、へえ、3位、はい、すごいじゃないですか。皆さん感動したでしょう。感動しました ね、 ね、 そうね、ええ、素晴らしいわ。まさかね、3位っていう結果になると思います。泣いてた子いたでしょ。まあ、泣いたというよりは、もう笑って、笑ってガッツポーズ。あ、ガッツポーズ、ええ、はい、親御さんもそうじゃないですか。そうですね、親御さん泣いてない。やっぱり親は、まあ、泣いてる親もいたでしょ。いたと思います。いや、ね、初めてやってこの3位になったなんて言ったら、そうですね、もう感動して泣いてたでしょ。やっぱり成績がね、上位で残るっていうのが、あ、すごいな。これからまたみんな頑張りたいって思うと思います、はい、なるほどね。でこの DVD があるんですか。そうですね、この時の試合の DVD がありますので、はい、これ、あ、今あるですか。これ、あ、これが DVD ね。この試合ですね。おお、やっぱり赤い方が東条チーム。赤が東条ですね。おお、はい、なるほど。で、あ、強そうじゃん。あ、ありがとうございます。おお、いやいやいや、お、いや本当のサッカーの選手みたいじゃん。いや、すごいじゃない。いや、よく言われる。いや、練習ではうまくできないんですけど、あ、今、決まりました。ゴールしたじゃん。ゴール入りました、ね、うわーすごいじゃん、はい、すごい、うわー、よし、やりちゃったよ。みんな喜んでますね。いやすごいね、はい、何、練習よりすごくうまい。そうですね、練習で、うん、できないことが本番でできちゃったっていうところですかね。よくあるね、ええ、じゃあこの子たちがすごいね。そうですね、なかなかやっぱりこう気持ちの入り方が違ったっていうのがあったと思います、ね、いや、コーチとか監督の気持ちも違うんじゃねえの。行けとかって言って。そうですね、そうじゃやっぱりね、うん、まあ、勝ち負けよりもね、うん、やっぱりこうみんなでこう協力してね、うんうんうん、点取れればいいのかなっていう。そういう監督コーチのさ気持ちが生徒たち子どもたちに伝わるんじゃねえの。伝わってるか、伝わってるんだね。伝わってるかどうか、伝わったんだ。伝わってこの練習よりうまくいったんだな。素晴らしい、ね、やっぱりこれからね、もう監督コーチ責任重大な気持ち伝わるから。そうですね、子どもたちに頑張ってより監督コーチ頑張ってって言いたいの。そうですね。あ、ということで、はい、もう少しあるんですか。あ、先ほどの試合ですね、そう、試合ですね、続いてますね、はい、あ、この試合低学年なんでね、うん、通常サッカーって、まあ、11人でやるんですけども、うん、低学年の試合ですので、うんうんうん、コートも若干狭くなってます、うんうん、で人数も8人でやってますね。あ、はい、あ、そうですか。あ、いいですか。もうビデオ DVD 終わったんですか。終わりましたか。まだやってますか。あ、終わったんですね、はい、わかりました、ありがとうございました。
ところで内川さんね、はい、なんかクラブの活動方針があるみたいなんだけども、ね、素晴らしいものあるんですか。はい、うん、発足当初ですね、活動方針というのを決めまして、うん、まず3つあります。まず1つが、うん、まあ、挨拶のできる子供にサッカーを通じてなってもらいたいと、うん、2つ目が、まあ、物を大切にする心を持ってもらいたいと、うん、で3つ目がやっぱりチームワークを大切にしてもらいたいと、はい、いうふうに思ってます。で、はい、まあ、挨拶のできる子なんですけども、うん、まあ、東小学校ではね、全校でこう挨拶運動みたいな、そういった運動をしてますんでね、学校で、そうですね、それもクラブで受け継いでるってことね、はい、うん、と同時に、まあ、若葉の東小地区若葉の少年野球もありますので、うん、そちらの子どもたち非常に挨拶が非常によくできてると、同じ、まあ、運動をやるチームとしてやっぱりそれを見習わなきゃいけないと思いまして、若葉って結構あれですよね、剣道野球ソフト、そうですね、3つですか、剣道野球ソフト、あれ皆さんその挨拶運動できてる、きちっとしてますね、はい、きちっとしてんだ、はい、我々も見習わないといけないと思ってます、はい、じゃあ今度は皆さんに見習ってもらうように一生懸命あれだね、挨拶運動もしてるよね、そうですね、我々コーチ陣もね、うん、一生懸命挨拶して、やっぱりさっき言った通りほら、はい、コーチ陣の気持ちが伝わるから、はい、ね、そうですね、頑張ってやってください、はい、はい、それで、はい、そうですね、あと2つ目の、まあ、物を大切、はい、大切にする心なんですけど、うん、一応我々クラブサッカークラブはですね、うん、クラブとしてサッカーボールを持ってないと、うんうん、サッカーボールは各自持ってきてくださいと、というのは、まあ、そうですね、というのは、まあ、自分のね、ボールを大切にしろと、うん、してくださいという願いも込めまして、そういう活動方針にしました。みんな大切にしてます？なくしたりなんてない、たまにやっぱり置いてきちゃったりとかねえですか。今はね、まだなんかあった、ね、コーチなんかあったみたいでどっかで忘れてきちゃったのあったんじゃねえの。ありますね、ある、うん、大切にしてねえじゃねえのちょっと指導足りないなこれ、ね、よく言うんですけどね、でも必ず1個2個はありますんで、はい、やっぱちょっともう少し指導しなきゃいけないな。そうですね、頑張ってくださいね、はい、で、はい、あとは、はい、あとは、まあ、チームワークですね、うん、やっぱりサッカー個人じゃなくてチームでするプレーなんでね、うん、チームワークを大切、まあ、チームワークってどういうものかっていうところから教えていきたいなというふうに思ってます。それ、ね、何でもね、スポーツってチームワークね、大切なんで、そうですね、うん、はい、やっぱりね、はい、はあ、そこら辺はどんなふうにやってあれなんですか、試合の中でとか練習の時にこうやっぱり行って聞かせてるとか。そうですね、やっぱりね、私さっきから聞いててね、はい、皆さんチームワークいいな、コーチ陣がね、監督コーチチームワークいいかな、よく飲み行きますけど、ね、あ、そっか、今度俺もさせて、あ、そんなこと余計なこと言ってますね、はい、すいません、ということで、どこまで行ったか忘れちゃったすいません、何喋ってたっけ今、飲み行く話するとすごい喜んじゃうから、サッカーチーム、なんだっけ、チームワーク、あ、今度は、うん、チームワークで立ち上げた、はい、内川さん、はい、そうだ、内川さんも子供の頃からサッカーやってたんで。そうですね、私も小学校5年生から中学校、うん、社会人になってずっとまあサッカーやってます。あ、今もまあ子供たちに負けないように、まあ、45歳以上のそういうリーグがありますんで、うん、まあ、そこで週1回試合をしてます、うん、はい、あ、そう、一之瀬さんもそう。はい、僕は小学校から、うん、漫画でね、キャプテン翼ってサッカーの漫画があって、うん、それにハマって、うん、まあ、サッカーやり始めたっていう感じですね、うん、ずっと今もやってる。まあ、今はこういうコーチという立場でやらせてもらってますけど、はい、あ、そうなんですか、はい、分かりました。あと、坪内さんも。え、自分の場合は保育園からやってた。はい、保育園から保育園からはやってないんですけど、はい、まあ、小学校ぐらいから、はい、あと中学がメインでやってて、内川さんの兄と一緒に、うん、あ、そうなんだ、あ、だからチームワークいいんだな、昔から知ってんだ。昔からそうです。あ、50年ぐらい前からね。そうじゃないですか。あと、まあ、これ以外にもまだコーチという、うん、鈴木さんという人とか、はい、あと北澤さんもコーチで、はい、あ、そんなにいらっしゃるんだ。じゃあ監督1人コーチ4人。そうですね。おお、あ、それでやってんだ。あ、チームワークいいね。わかりました。というようなことを言ってたら時間もなくなっちゃったんで、あと1分も切っちゃってるんですけども、はい、申し訳ない、一言ずつね、はい、松代の皆さんに何だ、監督からコーチまで一言ずつちょっとお願いしたんですが。わかりました、はい、はい、東大阪サッカークラブでは部員を募集してますんで、ね、小学校1年生から6年生、うん、男の子女の子、さっきも言ってまた言ってることは、はい、相当新たな募集してんだよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、まあ、サッカー大好きな子どもたちいっぱい集まってくれると、うん、まあ、みんなが元気になると思います、うん、
サッカーで盛り上がりましょう。はい、お燃えてますね。はい、はい、お願いします。みんなで楽しいサッカーっていうのをやっぱし、心がけて、はい、みんなで一緒に、監督コーチ、子供一緒に、はい、規定も一緒に、はい、素晴らしいチームを作っていきたいと思います。はい、わかりました。いい言葉でね、終わりました。それでは今日おしゃべくりますのこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。来週のしゃべくりはする、また出てきてしまいました。大島さん、来週よろしくお願いします。何三田さん、なんか 俺のこと好きなんじゃん、俺の名前書いてあるじゃん、どうしたの三田さん。間違えました。いやー、三田さん俺のこと好きなんだって。なんかもう俺困っちゃうな、なんか出さなきゃいけない。ということで、実際はですね、マガリオさんですね。来週のパーソナリティはマガリオさんだそうです。私じゃないですね。ゲストは大島さん、よろしくお願いします。もしかしてどんな話をしてるんですか。今年真白城の写生大会、第5回の写生大会をやりましたが、その本部で、旗とその看板を出してるんですが、その旗がどういう言われがあるのかっていうふうに質問されましてね、実はその真白城がですね、歴史的、美しい日本の歴史的風土、100選に選ばれて、それでその記念でできた旗なんで、その、まあ、言われというか、そんなことをその活動とか、お話してる、ね、すごいよね、はい、エコルトバスロでやってる、絵画、なんだっけな、違うわ、絵画戦、はい、絵画戦か、ですね、はい、そこが中心になってる。そうですね。で、大島さんがその代表ですよね。代表です、はい、ということで、来週はそのような旗の中身の、説明とか、はい、それから活動方針とか、はいはい、活動している内容をお知らせいただくんですね。はい、はい、わかりました。それでは来週のしゃべくりますろう、どうぞお楽しみに。それくり松代、また見てねー。